よっしゃ、行きましょう。あ、グリーンビル広場。新しいんじゃね？あ、しかもこれ、喜びの庭系列のマップじゃん。大丈夫かよ。ちょっと心配だな。ゲームセンターみたいなやつない？なにこれ？カジノ？ショップだ。わ、いいね。雰囲気いいね。あ、映画館だ。わ、これマップ探索してえな。普通に。戦うんじゃなくて。発電機蹴ったら、それに脅威範囲移るから、まず回ってるやつ見つけたら、積極的に蹴ろう。ただ、8回までしか蹴れない。うわ、広そう。広そうじゃない？はい。おお、ミスってるミスってる。迫害で。1トークンで 6% だっけな。あ、スプリントバースト。はい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 、オッケーオッケー。やっぱりボットより当てやすい。人間の方が。結局そういうこと。よし、よし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 。いいぞ。はい、倒す。いいね。解除されるのは結構早いね。おーい、おいおい、当たるぞ。こいつ結構当ててくるなって思ってるんじゃないかい。これはなかなかせこいんじゃないかい。はい。てか、何この板。2枚並んでんだけど。2枚並んでるけど、どっちも弱いな。で、このワープのスピードですよ。いや、これめっちゃ強いぞ。人間相手だったら強い。迫害たまんの待つか。蹴って。はい。おお。迫害いいじゃん。迫害刺さってるよ、今回。アンダンだっけな。生存者がスキルチェックをミスると、トークンが3つ溜まって、あ、ちょ、剣のやめとこ。もったいない気がする。そのトークン1個ごとに、おいおい、何やってんだい。え、これ探知不可じゃね。どうだ、今俺探知不可だったかな。探知不可キャッチ。よし。やべえ、楽しいぞ。楽しいね。あー、くそ。ここはちょっとむずいか。うまい。はい。やっぱ人間の方が避けにくいんだな、ボットよりも。あれ？当たってない、今の。当たってないっていうか、2発目当ててなかった。あれ、解除早くね？こんな早いの？ 10 秒間だよね。あ、デッドハードか。なるほど。デッドハード避けだ。よし。ワープ、もっと幻覚たくさんできてほしいな。幻覚が消えちゃう。あ、ちょっと待って。危ねえ。はい。3パー追加で交代の。ボン！あー、届かない！惜しい！これ、あれだな。慣れが必要だな、高さ。大体、もうちょい上だったね、今の。よし。で、ただありそう。ないか。はい。メメントは、まだか。なんか、ライト救助狙ってたよね。なんだかんだ言って発電機残り1台か。2台か。結構なペースで倒してるとは思うんだけどな。ここに来て新サバイバー。
顔が見えてる。おお、当たる、当たるぞ。ボットよりも圧倒的に。あ、これ、おしおしおし、おいしいおいしい、これおいしいぞ。追ってもよかったかな、デビに。どっかだいぶ回ってそうだな。これか、一応迫害発動してダメか、これ一旦やめよっか。飛んできてさあ改めてやっていこうか。あれ、あ、惜しい。これ当たったら死ぬもんね。惜しかったな今。あれでもこれ普通にやれそうじゃね。まだこの人板の位置が分かってないんじゃないか。あー、なるほど、オフレコだ。了解了解。あ、これワープしたらどうなんだろう今の。殴れてんのかな、結構短いもんね。あ、メメントしましょう、メメントしよう。初メメ、初メメ。なんと恐ろしい、よく喋るな。うわ、気持ち悪い。あれじゃん、バイオのネルヒガンテ。あ、ネルヒガンテだっけ、ネルヒガンテだっけ、エルヒガンテか、エルヒガンテみたいな背中に弱点あるタイプのやつだ。ワープ、あれだね、もっといろんなとこに散らばってほしいんだけど、ボットとやった時はもっと多かった気がするんだけどな、幻覚。よし、追うしかないよね。雨でもどうですか。これは、これデッドハード。今のは何、今のデッハかな。なんか来てるけど、おい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 、結構当たるね、範囲が広い。で、アンバウンドで5秒間10%足速い。おし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 、いいじゃん。で飛べて、はい、1人やれないかな、さすがに。途中走ってはいたけど、まずゲート開けてるだろうな。ワンチャン救助くればやれそうだけど、どうだろう。あ、さすがにか。わ、じゃあマップ、あ、くそいやでもいいんじゃね、結構良さげな試合できたよ。あ、ここ窓じゃない、窓に見えて逆から飛べるタイプ。あ、こういう感じのやつか。なるほど、やはり人と戦った方がこのゲームはいい。あ、それワンピースの考察かよっしゃ、行きましょう。新キラーアンノウン、ファミリーレジデンスということで、まあ、新マップは来ませんでしたが、まず基本的な能力値から解説していこう。足の速さは32メートル、あ、嘘、足の速さは 4.6メートル毎秒、トラッパーとかと一緒の速度で、さらに脅威範囲も32メートルと、まあ、その辺もトラッパーと一緒ですね。なんでマジで基本的なキラーなんですけども、特殊能力に弾をね発射できるものがありまして、これね、これの爆発を生存者に当てると生存者が弱体化状態になって、もう一発この
この弾の爆発を受けると生存者が負傷します。ちょっと難しいんだけどね。はい、もう一発いけんじゃね。どこにやってんだよ。一応あの障害物に当たるとバウンドすんだよな。はい、でこれの爆発する前の弾を生存者に当てるとなんか爆発自体は起きないんだけど、生存者が妨害状態になって足が遅くなるみたいです。ちょっと諸説あるんだけど、爆発するという人もいたり爆発しないという人もいたり、キャッチできず。さすがに無理か。こういうねちょっと入り組んでるところは、あ、なんか出てきた。どういうことこれ。いらっしゃい。同じフックに吊るせないかな。遅延はサージだけで、発電機を蹴ると自分の脅威範囲がその発電機に移って自分自身は探知負荷になるっていうアンフォーシーンをつけてきてるんで、お？ちょっと進んでる発電機あったら積極的に蹴っていきたいね。ここ板ないです。はい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 、これこれチャンス、これチャンス、これめっちゃチャンス。あーん、こういうことですわ。これ2回目ね、2回目の弾の爆発を当てるとダメージを受けると。ただ発電機もう残り3台というね驚異的なスピード。こっちもそのためにノワを持ってきてると言っても過言ではない。であとワープもできます。厳格に飛べる。飛んだ後は15秒間飛べない。多分15秒多分15秒後にもう一回飛べる。これいるっしょ。なんか地下に行ってない？あら、何やってんだい。なんかそういえば新サバイバーのパークで地下行くといいことあるみたいなのがあった気がするな。それを使ったのか。こういう速度で飛べてしまいますよと。このねノータイムジャンプが、はい、いやこれいいよ。だって生存者的にはあの向こう側に俺がいたはずだから、じゃこっちから来るのって普通ありえない。こういう奇襲ができるのもいいとこなんじゃないですか。救助来てるね。弾当てる。そっち？あ、そっちか。まあ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 、じゃあ追うか。あれ、なんか死んじゃってない？一人命を捨ててる。うーん、それはダメだね。オーケーオーケー、メメント行きましょう。はい、やばい、見えない。また見えないのか。いやこれやっぱ不具合かな。何も見えないんだけど。何もない。よし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 。いやこのワープマジでいいな。でもなんか生存者はこれ消せるらしいんだけどね、この幻覚を。なんかすると消せるらしいんだけど、ちょっとまだやられてない。やってんのか。変なとこに出てくるな。もう一人やりてえな。積んでる発電機があったら、あ、なるほど。この周りのモヤモヤが出てるタイミングで、このモヤモヤができったところに幻覚ができんだ多分だけど。だからその間にちゃんと置きたいところに自分が移動しないといけないんだね。そこはちょっと融通きかないかな。
まあ、あんま考えなくていいのかな、でも。言っても。あ、いた。おお、なんだこの野郎まあまあまあ、こんなもんでしょう。いや、いいんじゃないですか。いい。いい感じに、このキラーの能力が伝われば、嬉しいかなと思います。あー、やったー、新マップで公開。公開マッチ。これは初めて。ちゃんともうちょっと、あれだな、遅延パーク持ってきてもよかったかもな、やっぱり。なんだかんだ言って発電機早いから全然、がっつり楽しむ時間がない。よし。で、まず一発当てて弱体化挟み。で、挟んで。で、幻覚が生まれる。おし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 、オッケーオッケーオッケー。これ室内がね、ちょっと当てんのむずいかなって感じなんだよな。はい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 。あ、これやれんじゃね。よし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 、こういうとこ強いね。素晴らしいね。そうこうしてる間にもう発電機が回っちゃうから、もう急いで急いで巡回。遠くのやつめっちゃ進んでそう。1台だけだったら許す。2台は許さない。2台はダメ。あー、1台だけかな。オッケーオッケーオッケー。じゃあいいや。広いんだよな、このマップ。よっしゃ、1回当てて、で、この当てた上で通常攻撃できればもっといいんだけど、まあ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 、これでもいい。これでも全然よくて、で、弱体化続いてるから、もう一発当てれれば倒せたんだけど。よし、オッケー。ちょっとこの狭いところで当てるのむずいな。よし、こっち側発電機なんもなくない？巡回する必要なくていいね。え、何？なんか弱体化してる。なんでだ？やっぱ俺の知らない効果が。生存者のやつか。生存者のパーク発動してない？ここいる。ロッカー？さすがにいない。あ、新サバイバーのパークが発動してんのか。地下にいると。発動すると噂の効果は分かんない。ちなみに、あ、ここかな。あ、いたいたいた。こういうのが当たれば結構強いよな。よし、でも一発。やっぱね、あのボットじゃないと避けれないよこれは。ボットはマジで避けてきたけど、人間は避けれない。早くね、救助。解放？なんでずっと弱体化してんだろうな。あ、おー、いいじゃん。これ妨害入ってるよ多分。妨害入れた後に爆発も食らうじゃん。
ほら、これ妨害のおかげでしょ。妨害のおかげと言っても過言ではない。おいしい。カラスさんだ。よし、小屋板はない。うん、いいねいいね、今のいいよ。こういうのだよな、こいつが強いの。よし、さっきどこ吊るしたっけな。うわー、おいしい。どっちがどっち。あ、た、え、違う違う、はい、複数ヒットするのいいね。このワープ反応できないよな。しなやかかな。違う。おお、これ当たんだ。いや結構広いよ、思ってるより。うわー、これもうちょい早めに打ってたら当たったか。え？消えた。よし、これはね、これどう逃げても罪ですね弾があれば、弾があればのどう逃げても罪。よし、だんだん使えるようになってきたな。これ当たんねえか。あう、どうだろうね、普通に追った方がいいような気もするけど。やられたふり。よし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 いいね。あー、メメント。うわー、ミスった。またやっちまった。いつも忘れるメメント。次はやろう、次は。結構広いけど発電機の生成が優しいですね、このマップは。あ、てかそうだ、俺メメント最後の一人だけだ、使えんの。恋した気がする。はい、探知不可。なんかこの人弱体化なんだけど、ずっと、まあ、発電機やられてもノーワンあるからな。よし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 、ふっ、オッケー、いいじゃん、強えよ。強え強え。いた。あ、これ予想外の展開見えてるねー
見えちゃってるね。足跡が、足跡が見えてもうてます。これ地下いない？ずっとさ、あれ気のせいかな、まあ、声してる気がするんだよな。違うか。わからん。ハッチ、ハッチ勝負勝つぞ。今日はまだ一回も勝ってないハッチ勝負。敬語だ。この中の構造がまだいまいちよく分かってないな。パッと見弱そうだよね。でもそんなに強い板が数多くあるわけじゃないし。飛んじゃった。飛びたくなる。いや、これはいかれるか。泣くね。俺が飛ばしたところにあるのか。全然ない。あ、足跡。あ、オッケー。真ん中だ。ただ巡回できるか微妙な距離感だな。幻覚の位置を適正なところに置ければ。あ、オッケー。ここに置いて、で、片方見て、繰り返すか。あ、いた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 。やっぱ地下にいたんじゃないか、君。おわ、当たるわ。よし、壁越しに当てられる。やっと全滅取れたわ。はい、オッケー。うん、やっぱ総合的に見ても結構優秀な能力。あ、メメント忘れてた。もう最悪。またやっちまったよ。まあ、じゃあメメントは別のところから引っ張ってこよう。しょうがねえ。くっそ、最後までできなかったな。